お色直しをさせていただきました。では第1部は、私と、高橋直樹によるソロステージを、はい、お送りしたいと思います。それぞれ男のマジを見せるというのをテーマに、はい、お送りしたいと思います。というわけで、私はまずは専門のクラシックの、テノールの歌唱をお送りしたいと思います。イタリアのカンゾーネを2曲お送りいたします。1曲目はセレナータという曲で、ギターをこう弾きながら僕の恋心を飛んでいけというふうに歌う曲です。2曲目の忘れなぐさという曲は、僕たちの距離が離れていても僕の気持ちはずっと君のそばにいますという思いを歌った、イタリア語のカンゾーネです。2曲続けてお聴きください。